はい、ということでね、皆さんね、どうも、鮭を取ったない鮭取り組まる鮭。さあ、本日はね、なんとなんと、おじゃ、ポケモンの最新作。最新作。おじゃね、私ね、もうね、もう、最後にやったのは金銀ですよ。それから15年、なんと、ポケモンには色がつきましたよ。噂の最新作はこちら、ポケモン、ワイヤーレットをやろうと思います。イエーイ。すごいね。やばい。逆にね、ファイヤーレットが10年前だっていう、この、驚き。高かったでしょ。いや、いかんせん新作だからね、ゲームキューブと、ゲームボーイプレイヤーと、D 端子、ゲームキューブ専用の D 端子が一番高かったんだけど、これ一本で一番ぐらいしたんだけど、とソフトと、一応なんか攻略本も買って、あ、発売日なのにね、俺ね、もう攻略本あるから。見てください、こちら。もう発売日なのにも攻略本ありますから。攻略されるの早いよ。まあね、もう準備は万端ですよ。これね、早速やっていこうかなと思いますけども。わー、すごいなー。ということで、やっていきましょう。ポケモンさ、ファイアーレッド。ピャンピャン。1M サブ基板が刺さってません。何言ってんか全然わかんない。ゲームキューブでやってます。いろいろなポケモン、ポケモンじゃねえ、ボタンをよく使う順番で説明します。大丈夫。上下左右決定調べる、戻る、B、うん、大丈夫だよ。スタート、メニューを開くときにこのボタンを使います。道具の入れ替え、大切なものを登録します。スタートとセレクト一緒なんだけど、大丈夫。遊び方などは LR、OK、OK、OK。最近のゲームは発売日に攻略本を売ってることが多いよね。まあ確かにね。これから始まる世界で、あなたは一人の主人公となって冒険をすることになります。なるほど。街や道、洞窟、家の中など、至るところにいる人たちに話しかけ、いろいろなものを調べてヒントや情報を集めましょう。そして、困っている人を助けて、謎を解いていくことで新たな道が開かれていきます。どんどん先に進んでください。時に、勝負を仕掛けられたり、野生の生き物たちと戦うこともあるでしょう。ひらがなのが逆に読みづれい。冒険を通じて、様々な人とコミュニケーションを取りながら成長すること。それが最も大きな目的です。A ボタンで始まります。了解なりけり。はじめまして。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はオーキド。みんなからはポケモン博士と慕われておるよ。なるほどね。この世界には、まあ、ポケモンがいると。うん。もうね、今の声出すともう疲れたよ。ポケットモンスターと呼ばれる生き物たちがいると。悪そうな声。生き物たちが、至る所に住んでいる。ほうほう。そのポケモンという生き物を人はペットにしたり、勝負に使ったり、そして、私はこのポケモンの研究をしているというわけだ。なるほどね。ね、オーギド博士ね。ジョジョのね、ジョセフと同じ声優さんだよね。では、はじめに君のことを教えてもらおう。ハーミットパープル！君は男の子かな？それとも女の子かな？いや、まあ男だよ。男か女か。もうここはさすがに男でしょ。これも、安価で決める？性別も安価で決めるかい？どうしようか。じゃあ、みんな、オスかメスか男か女かをコメントで書いて、コメント番号300番。300番の言う性別にします。じゃあ、コメントどんどんお願いします。あのね、コメントがさ、ほぼメスしかないけど大丈夫。でもさすがに主人公は男でしょ。初見まさかの新作ではなかった。どこにも新作をやるとは書いてないからね。さあ、ということで、押す！おお、ギリギリ！前後がメスの中、なんとかオスになりましたね。いやー、よかったよかった。ギリギリ。じゃあ男の子で行きましょう。
君の名前は、さあ、一番重要なことですよ、皆さん。もうこの主人公と共に、ポケモンリーグを制覇するまで、冒険するわけですけど、その重要な名前、その重要な名前を今からリスナーさんに決めてもらいます。じゃあ、アンカー番号、369番にしましょう。シャケトリカクマゴロが一番、5文字だったら好きだけどね。369番。まあ、どん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 好きな名前をね。まあ、加速でもね、とりあえず今は好きなコメントを打ちつつ、369番。さあ、何のコメントになる ?65 点。ちなみに、あ、セレクト使えないんだけど、大丈夫これ。ゲームキューブのコントローラーとセレクト使えないんだけども。あ、数字も使えるんだな。これゲームボーイアドバンスを刺さないと、これセレクト使えないのか。だからみんな縛りって言ってたの、そういうことか。で、ゲームボーイアドバンスの黒も買ってつなげるか。しょうがない、次回。さあ、いよいよ、何になる ?369 番のコメントは、何、チャブダイ。なんでそんな名前にしたかな。主人公の名前はチャブダイになりました。もうね、悲しいことも辛いことも、全部チャブダイに乗せてひっくり返せってことかな。すごい名前になったんだけど、チャブダイだよ、主人公。こいつとずっと俺共にするのか。やめとけばよかった、アンカー。じゃあ、チャブ台で行きましょう。ふむ、チャブ台と言うんだな。いや、はいなんだよな。こいつは私の孫。君の幼馴染であり、ライバルである。名前をなんて言ったかな。ボケてるのかな。さあ、ということで、じゃあ、アンカーで行きましょう。番号444番。444番いきましょう。聞いてこないでよ。さあ、何になるかな。まあね、これさ、 YouTube に一応動画にするけども、 YouTube に上がるときには左上にコメントは流れてるけども、ただコメント番号が分かんないから、もどかしいよね。まあ、しょうがない。コメビューを直に見せようかな、載せようかなと思ったんだけど、コメビューさ、新しいやつなんかサムネが載ってんだよね。万が一、こう、卑猥なサムネが載ってたらまずいから、それはやめようと思って。おっと、来た、なんだ、444番は、ヌスッと！ライバルが単なるヌスッとへ格下げになりました。なんかもう下っ端だよね、完全に。雑魚キャラだよね。大丈夫かな。チャブダイとヌスッとの物語が今から始まる。テーブルっていうのが多かった。チャブダイとテーブルね。確かにライバルっぽいね。ヌスッとだったか。そうだ、思い出したぞ。ヌスッとという名前。お前の孫ヌスッとってどういうことだよ。ひどいゲームだな、まったく。チャブダイ。いよいよこれから、君の物語の始まりだ。夢と冒険と、ポケットモンスターの世界へ。レッツゴーじゃ。ゴーです。まあ、サクッとね、あれパソコン調べたらなんかもらえるとかってなかったっけ。チャブダイはパソコンのスイッチを入れた。何をしますか。道具引き出す。何もないか。あと傷薬。つうか、やっぱ最新作すごいな。フルカラーだし、インターフェースも結構綺麗になってんだね。当時の15年前にやってた、もう赤とか金とか全然違う。最新作とは一体何なのか。ねえ、めっちゃ綺麗やね。はい、行こう行こう。髪が合ってやる。知らんがな。お母さん、かわいいな。
うわ、鉄ねえ。そうよ、男の子はいつか旅に出るものなのよ。うん、テレビの話よ。テレビの話かい。そういえば、隣の大木戸博士が、あなたは呼んでたわよ。じゃあ行くか。最新作すごいやろ。うちのリスナーのノリの良さよ。ただ行くと、ところがどっかい。そこにはヌスッとが。なんだ、ちゃぶ台か。大木戸のじいさんならいねえよ。いやー、ヌスッとにちゃぶ台ってもなんかわけわかんないな。一体何のゲームやってんのかな。おい、待て、待つんじゃ。危ないところだった。草むらでは野生のポケモンが飛び出す。こちらもポケモンを持っていれば戦えるのだが、そうじゃ、ちょっと足についてきなさい。まず最新作だったらね、もう 3D 飛び出すけども、逆に時代遅れだから。本当の新作はやっぱ 2D だから。やっぱドット絵なんだよな。とりあえず 3D でも。じいさん、待ちくびたぶしゃぶしゃ。なぜか言えない。盗とか、わかっていらっしゃい。おー、そうか、わしが呼んだ。じゃあ、盗とわしが呼んだってどういうことだよ。ちょっと待って、俺、チャブダイ。そこに3匹ポケモンがいるじゃろ。ほうほう。モンスターボールの中にポケモンが入れてあるんじゃ。昔はわしをバリバリのポケモントレーナーとして、鳴らしたものよ。ものよって書いてあったけど。追いぼれた今はポケモンも3匹しか残っとらんが、一体何があったんだ過去に。それこそ盗っ人に取られたんかね。お前に1匹やろう。さあ選べ。あ、ずるいじいさん。俺にもくれよ。まあ、慌てるな、ぬすっと。まあ、慌てるな、ぬすっと。お前も好きなものを取れ。心優しい奥義の博士ね。もうね、ぬすっと慌てるな。とりあえず後で好きなものを取れっていうね。もうどういうこっちゃっていう。さあ、じゃあ、ゼニガメじゃない。僕が欲しいのは、やっぱね、御三家はね、火属性なんだよね。ほう。一分けがいいか。じっくり育てるといいぞ。チャブダイは炎のポケモン、一分けにするんじゃ。このポケモンは本当に元気がいいぞ。チャブダイは大木戸から人影をもらった。いいね。差していくスタイル。同じだ。結構人影派多いと思うんだよね。さあ、ということで皆さん来ましたよ。ニックネームを決める時間。次の安価番号は555ファイズでいきましょう。さあ、ドン。オスでございます。人影。かわいいな。なぜか火を選んでしまう。さあ、何になるかな。チャブダイ、ヌスッとときて。パートナーのニックネームは何なのか。ちなみにパートナーはね、最後まで使おうと思ってますから。ずっと。さあ、いよいよ、ざわざわ決まりそう。さあ、何やる？ええですね。名前はですね、名前は放火魔になりました。イエーイ。間違いない。いやー、放火魔っていうのはね、こうね、家とかに火をつける犯罪者のことですね。さあ、というね、茶舞台に盗っ人放火魔、主人公以外は犯罪者というとんでもない展開ですけど、じゃあ俺はこれ、ヌスタ大木戸からゼニガミをもらった。ヌスタなんかもらったわけじゃないんだろ。取っただろ、これ完全に。これから毎日家を焼こうぜ。そんな主人公嫌だ。さあ、じゃあ行きましょう。待てよ、チャブダイ。せっかくじいさんにポケモンもらったんだぜ。ちょっと俺の相手してみろ。
まあね、ヌスットらしい、待てよって発言。まあでもね、ヌスットごときね、俺のね、ライバルのヌスットが勝負を仕掛けてきた。ヌスットがライバルなんだよな。ライバルのヌスットはゼニガミを繰り出した。だからね、行け、ホーカマ。ヌスットの相手はホーカマだからね。やれやれ、まったくしょうがないやつじゃの。チャブダイ。ポケモン勝負は初めてじゃろう。いや、もうだいぶやってる、15年前に。ポケモン勝負とは、ポケモントレーナーがポケモンたちを戦わせることを言う。相手ポケモンのヒットポイントをゼロにしたトレーナーが勝ちとなる。まあ、話を聞くよりは体験しながら学んだ方が覚えるのも早いじゃろう。そう、左上のね、コメントはね、コメビはね、小手腕つけないと出ないんで、小手腕つけた後にコメントすると出るようになります。さあ、戦ってみなさい。じゃあ行くか。犯罪種がすごいポケモン。遊戯王というポケモンでいい、懐かしい。そう、ポケモンはね、15年ぐらい前までやってたけどね、遊戯王はね、10年前までやってたからね、こうなぜか最近懐かしいものリバイブですよ。まずは鳴き声って相手の防御力減らすんだっけ。さすが最新作、チュートリアルが出て。そうだよね、前にこんなのなかったよね。まあでも引っ掛けていくか。鳴き声なんていらない。鳴き声した方がいい。あのね、俺ちなみに記憶ほぼない。攻撃力を下げる。じゃあまずは鳴き声で減らすか。そうすれば勝てるかな。OK、相手のゼニガミの攻撃力が下がった。能力を下げさせれば勝負も有利になるじゃろう。相手のゼニガミは体当たり。2! もう引っ掛けて十分でしょ。オーガマ比較、オーケー。相手にダメージを与えるのは勝負の基本じゃ。すげえチュートリアルが丁寧。もう一回鳴き声やったらどうなる。オーガマの鳴き声、オーガマの鳴き声ってこれ、逮捕されたってこと。これもう1しか食らないんじゃない、こうしたら。あ、尻尾を振れ。これで防御力減るやつだっけ。やべえ、これ、こう、相手の攻撃力が下がっても、こっちの防御力が下がったら意味なくね。フォーカマの比較。いいね、いいね。オーケーオーケー、尻尾振ってる勝手に。コミュで相手の HP が見えないわな。ただ減ってくればわかるから。減ってくれば。逮捕じゃ。いいね、いいね。これ勝ったでしょ、さすがに。フォーカマの比較の攻撃。地味に接戦。オッケー。アイドンズが今倒れた。フォーカマは70経験値をもらった。イエーイ、フォーカマはレベル6に上がった。いいね、いいね。で、初代と違って特殊が特攻と特防に分かれてんだよな。ライバルのヌスットとの勝負に勝った。そんなバカな、お前のポケモンに。すりゃよかった。さすがヌスットだな。言うことが汚い。チャブダイは賞金として80円手に入れた。チャブダイに80円どういうことだろう。うん、見事じゃ。勝つと賞金がもらえ、ポケモンも強くなっていく。多くのトレーナーと勝負してポケモンを鍛えていくことじゃ。了解。ホーカマとしての経験を得た。よし、他のポケモンと戦わせて、もっともっと強くするぜ。チャブダイ、じいさん、そんじゃ会うわよ。さあ、ということで、これもくれ。要求のところ切ないね。大木田博士のポケモン、最後の一匹だ。切ねえ。最後の一匹。不思議なね、レベル5でしょ。なんか切ないな。ポケモン、いやー最新の、うすっげー元気。ホーカマすっげー元気。すっげー元気。やっぱ最新作綺麗だね。びっくりマークを抜くともっと悲しそうに来る。そうね。とりあえずモンスターボール欲しいよね。チャブ台。
ちょっと待って、このメニュー画面謎じゃね？ポケモンバッグちゃん。もうこれどういうことだよ。ホーカマーなのに性格は何だった？特性猛火。ピンチに炎が強くなる。ホーカマーで猛火か。やべえなこいつ。で、性格は臆病だった。放火まで臆病ってどういうことだろうな。これ結構深いよね、でも。だから、いろいろといじめられて、その臆病の内面から放火まに逃げてしまったのかもしれないね、この放火まさんはね。何の話やねん。よし行こう。マサラタウンに、さよならバイバイ、懐かしいの。現代社会なの。さあ、ということで、モンスターボールって最初手に入んないんだっけ？トリマーセーブして、レポート。ここまでの活躍をポケモンレポートに書きますか？ Yes! We can! 注意！次から始めるで冒険していたレポートが書かれています。そちらでプレイしていた冒険やすべてのポケモン道具などが消えてしまいます。本当に上から書いてもいいですか？はい。え？俺さ、ゲームキューブで初めてやるんだけど、これメモリーカード刺さなきゃいけないってこと？もしかすると。まあ、新しいソフトを買うか、一応ね、張り替えはできるらしいんだけど、ハンダゴテとかいろいろ必要だから、パパグマにお願いしないと無理っぽいよっぽいわ。そうそう、電池切れみたい。だから解体して、電池を差し替えるには、なんかハンダゴテが必要らしいから、今我が家にね、ハンダゴテがないんだよね。ちょ、パパグマにお願いするか。パパグマとはうちの親父のこと。さあ、ということでね、皆さん。およそ1時間近くにわたった、ポケモン放送。ソフトの電池切れということでね、本日の放送は終了になります。イエイイエイ。ハンダゴテいじれる親父って結構いっぱいいるよね、特に俺の親父世代は。いやだからこれはやるとしたら、別のソフトを買うか、まあ直すか、それか、セーブせずに24時間クリアするまで寝ずに配信をやるかの、どれかで解決したいと思います。さあ、ということで本日はね、これまで見てくれてありがとう。おつくばきり、黙らんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、サゲクマチャンネルをよろしく。黙らんな。